言っちゃっていいのかな喋れませんでしたので返品してくださいって言うと、私は悪く言って、だからこの商品いいですよ。あ、なるほど。ある人がその時に通報したんです。点数下がったんですけど、でも自分が悪いって言ってました。Hello there! 始まりました。森鉄チャンネルです。今回はですね、この方にお越しいただきました。Hi everyone! It's me, ちくさ。人気 YouTube チャンネルね。ありがとうございます。英会話のトレーニング動画を YouTube では出させていただいております。英会話学校もやってらっしゃる、そうですね。石川県で英会話教室は子供だけでやってて、あとオンライン。インターネットを使ってのオンラインは大人もいっぱいやってらっしゃるんですね。いっぱいやってます。はい。そんな小さな先生にですね、いきなりヘビーな話題なんですけども、業界の闇っていうですね再生リストがありますので、そちらなんですが、英会話教材の闇っていうのがちょっとやっぱりありますね。そこは触れていかないといけないなと思って。喋ったことないです。あ、そうなんですね。秘めてました。秘めてました。よかったです。秘めてるものを今日出しちゃっていいんですか。はい。僕らね、まあそういった教材作らないかとか、おすすめしてくださいみたいなね、オファーが、オファーもいっぱい来ます。こんな英会話教材に気をつけるポイント、ベスト5。そうですね。もうなんかいっぱいありすぎてやっぱ分からないっていう方もいっぱいいらっしゃいますから。やばい英会話教材、怪しい英会話教材ですね。気をつけるポイント、ベスト5を追って、で最後にはそれどうやって対処するのかっていうのを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、やっちゃいます。ブログの方で。英会話業界こういうのだから気をつけてねっていうのを出させてもらったら、まあ来るわ来るわ被害者の会みたいな、被害者の会のなんか私トップみたいな感じでまあ来るわ来るわで、まあ、お客さんなんでもうボンボン名前は出ますよね。ああ、なるほど。うん、でいくらとか誰々先生のとか、うわー、結構ガンガン来まして。じゃあちょっと話せる範囲で、まあ、どういうのがあったのかちょっとね、もうみんな聞きたくてしょうがないでしょうから。第1位、はい、いきなり第1位、第1位、もういっぱいあるのが、暗記入ってみると自分で考えるんじゃなくて、ただただひたすら暗記させられて、ああ、それで喋れるようになるみたいな、ね、そうそうそう、はい、そういうのが多いですね。暗記をあれだけしたのに喋れない。なるほど、うん、怪しい。それ教材。そうです、教材です。怪しい英会話教材No.1は暗記したらできるようになるっていうやつね。見た目はそんなんじゃないんですよ。広告は、なるほど、広告はそんな風には売ってないけど、ペラペラなるとか、こんな風にやるとかって、あれ全部結構嘘で、中に入ると実際暗記だから、それでみんな引っかかって、でもお金払っちゃったからもう受けるしかないみたいな感じで受けて。でも実際暗記だけで全然喋れるようにならないで、喋れるようにならなかったら返金ありますみたいなのもあるんですけれども、言っちゃっていいのかな喋れませんでしたので返金してくださいって言うと、なんか問題が出されたんですって。問題が出されて、でも全問できなかったんですって、その方が。だからダメです、あなたがちゃんとやってなかったからできなかっただけで。ああ、なるほど。そう、英語の問題が来たって。そうそうそう、英語の問題が来て、それに全部答えられなくって、やらなかったからできなかったんです、だから返金はできませんと言われました。あー、すごい。広告はどういう感じの広告でペラペラになる何日で、あとはタイム制限が入ってる、タイム制限なんか、あと何日で締め切りますとか、あと何時間で締め切りますみたいな、価格ですっていうのは基本的には売らせるためのものだから、英語を上達させるものではない。第2位、これ全然いいことじゃないのにすごいですね。第2位とか、先生がプロじゃないのに見せ方としてプロになってる。わかります。ああ、なるほど。私が森田先生とコラボを決めた理由がプロだから。ああ。先生としてプロだから。ビジネスとしてのプロだからじゃなくて、先生としてのプロだから私はすごく興味が湧いたので、今回一緒に撮らせていただきたいなと思ったんですけど。そうじゃなくて、トイックって言えば売れるから、トイックはそんなにちゃんと分析したわけでもないのにプログラムを作っちゃって売っちゃうとか、実際に英語を教えた経験とか少ないのに何万人にみたいな、ああなるほど、とか私はまあ英会話スクールをちゃんと持ってるので、はい、逃げれないじゃないですか。で私がもしペラペラになりますって言うとうちのスクールだって打撃を受けちゃうね、嘘だったら。ちゃんとスクールもあって、なるほど生徒がついてて、なるほど確かにその英語を普段教えてないで作って、うん嘘じゃないかってなったところで、はい、別に打撃は受けないわ。そんなに限ってあれですもんね、なんか何々大学の何々教授がおすすめみたいななんかつけて、はいはい、東大で認証されたとかなんか、あれである人がその時に通報っていうか、あ東大聞いたんですよ。東大に聞いたわけですね。こう、はい、本当にそうなんですかってある生徒さん聞いたんです。そしたら全く知りませんっていう回答が返ってきたそうです。第3位はビフォーアフター、長い広告の、はい、こうなった、あ点数がこんだけ上がったとか、そうトイックとかだと100点がいきなり900点上がってるみたいなとかあとはビフォーアフターの映像、はい、あ英語喋ったりして、そう最初はこんなに下手だったけど、うん、こんなに上手くなりました。もう見てるこっちからプロからしてみれば暗記だよねって。ああなるほど。わかりますよね。この人どっかでも他でも見たぞみたいな。ああはいはいエキストラ使ってね。っていうのはありますね。何点上がりましたって言って、うん、その上がった点数がトイックって5点刻みなのに。1点刻みみたいなので出されてて、いや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 みたいな。あるある絶対ないでしょそれ。であとビフォーアフターとかも。はい。元からできるけど、わざと下手に読めばそれがビフォーは完成ですからね。怖っ。そういうのとかいいじゃないですか。ダイエットも実はビフォーとアフターが実は逆で、太って太らせて取る、これで痩せましたっていう方が先に取られてて、太ってるっていう方を後に。第4位は「これ良かったです」みたいな感想のアフィリエイト、コメントがアフィリエイターであるってことですね。そうコメントとかあとブログ、ブログで、宣伝したり「良かったです」みたいなのが。で私も一回書かれたんですよ、悪い方に。悪い方にで私を悪く言って、だからこの商品いいですよ。あなるほど、はい、ありますね、そういうのね。びっくりしました、はい、で生徒じゃないのにと思って調べたんですよ。生徒さんだったらこんな思いさせたら申し訳ないなと思って、どの生徒さんだろうと調べたんですけど、生徒にいなくて、受けてねえじゃねえみたいな悪いとかってどんな口に言ってんだちょっと口が悪すぎたいますねそういうのね。こういうのは良くないみたいな、なんか解説を延々していって、はい、で実はこっちの CM だったっていうのありますね、いろんなものにありますね。うん。第5位は芸能人が出てくる、マツコ・デラックスがやってるとか、誰々がおすすめしてるとか、そういうのもありましたね。それでも本当だったんですか？いや違うでしょ、やってない、本当はマツコ・デラックスの名前を出してるけどもやってない、やってない。はあいいんですかねあれ。ダメですよ絶対。ダメですよね。芸能界の人がやってるってなるとやっぱ信頼度を上げたいのか、あの手この手でやっぱり来るので、勝手にその人の名前を、芸能人の名前を出すと、うん、で結局でも買っちゃう人っているわけじゃないですか。いる、うん、返品できるのかっていうのなんですけど、まあさっき言ったようにテストされたりとか、そうほらあなたがやってないだけじゃないですかとかで、何秒以内に答えなさいとかねあって、電話しててですよね。もう向こうは用意されてますから、マニュアルがね、こうやって言えば諦めてくれるみたいなのがあるんで、電話番号がないところも結構あったりとかもするから、怪しい、諦める人も多いです。はいそうですね、日本人って返品とかしない人たちなんで、なんか自分が悪いって思う方が多いみたいです。騙された方が悪いって思っちゃう人が多いんですよ。一個すごいのを見て、トイックを点数上げたくてやったんですって、その方のプログラムを、点数下がったんですって。でも自分が悪いって言ってました。ちょっと衝撃的すぎて、だから自分が悪いからその人の新しい商品を買いますって言って、返品するためには使える技で、まずは消費者センターに相談してみるといいかなと思います。そこにはいろんな技がありますので、消費者センターは知ってますので。そうですね、いろいろ教えてくださると思うし、なんかできなかったからとか私が悪いからって結構お値段するんですよ。なんか20万近くするものが多いんですけど、やっぱり諦めるんじゃなくて、もし何かあるんだったら言った方が。そこでまあ適用法律とかも知らない人がすごく多いので、そうですね、そうですね、はい、なんとかなんとか法、なんとかなんとか法っていうので、諦めるんじゃなくて取り返せるものもあります。自分が知らなくても消費者センターさんに言ったら、もしかしたらね教えてくれるかもしれないし、はい、皆さんが悪いんじゃなくってその教材が、暗記してるだけで喋れませんから、はい、ありますんで、ぜひぜひ、はい、諦めずにね、英会話を楽しんでいただければ、楽しんでいただければいいかなと思います。はい、思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.